レオルメディアのレオルメ、こんにちは、レオルメディアです。今日は珍しく夜を走ってみたいと思います。改めましてこんにちは、レオルメディアです。珍しく夜走ってるんですけれども、ちょっと昼間がね暑すぎて、ちょっともう無理だね昼間走るの。今日も昼間走ってたんですけど、本当だったら1時間かかるところを朝走ったら2時間ぐらいかかったのかな。それでももう混みすぎてて、天然のサウナ状態でね、本当に移動が終わったら多分5キロぐらい痩せたんじゃないかと思うぐらい汗かいて、もう本当皆さん、視聴者さんもライダーさんが多いと思うので、この気持ち分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけども、本当に着替えがいくらあっても足りないよね。今日も T シャツ3枚ベジョベジョになりました。でも今は夕立ちがあったので気温がかなり下がってすごい涼しいです。ちょっと8月9月ぐらいまでこの夜走るのを定期にしたいなと思うぐらい、昼間はちょっと危険だね。最近思うことがあるんですけど、ロングツーリングというものに私まだ行ったことがないので、そろそろロングツーリング行ってみたいななんて思うんですけれども、まあ、セミロングツーリングぐらいかな最初はと思ってて、日帰りで行けるところ、もしくは一泊ぐらいで一人でも楽しめるところがあるといいななんて思ってるんですけれども、まあ、ちょっとカーブが苦手なので峠がある道はちょっと控えたいかな。初心者にも優しいツーリングコースってどこですかね。ちなみに皆さんが初めてロングツーリング行った場所とかコメント欄で教えてもらえたら嬉しいんですけども、あとおすすめ、まあ、行ってみたいな逗子とか行きたいなと思うけど、さすがにまだちょっと暑いから走るならやっぱこの時間かな。でも昼間走るとなると暑いじゃないですか、まだね19月ぐらいまで。でも昼間に行かないと道の駅とかもやってないしさ、海とか行っても綺麗な景色を皆さんにお届けできないなとかいろいろ考えてると、なかなかどこに行こうかなっていう目的地が設定できずに、だらだらと時間ばかりが過ぎていくんですけども、スーパー銭湯とかだったらいいのかな。でもせっかくスーパー銭湯にさ行ってさ、お風呂入ってもまた帰りバイク乗るとまた汗だくになっちゃうもんね皆さんは どういうセミロングツーリングをなさってるんだろう。でもお風呂に入るのが目的じゃなければセミロングツーリングでちょっと離れた100キロとか150キロぐらい離れたところに行ってお風呂入ってリフレッシュして、なんなら仮眠もしてゆっくり帰ってくるっていうのが素人ライダーにはいいのかな。でなんなら美味しいそのご当地のラーメンとかも食べればね。ちなみにね、まだ峠道とかカーブとかは不安なんですけども、坂道発進はなんかちょっと自信がついてきました。最近坂道発進は今まで結構空ぶかしとかしちゃったりしてたんだけど、動画外で。でも最近はスムーズに発進できるようになってきたので、多少の上り坂とかであればもう難なくスタートできるようになったから、この世のミステリー、ヒグサトリー。東京から150キロぐらいってどれぐらいの距離ですかね。那須とかもっとあるかな。でも那須だったら一泊だよね多分。那須で一泊して牧場でアイス食べて帰ってくるみたいな、かあとは山梨とかか。山梨とかだと100キロぐらいかな。ほったらかし温泉とかいいかもしれないですね。中央道ってバイク走りやすいのかな。バイクで走ったことないけど、2車線ですよね確か高速道路。車ではね行ったことあるけどどうなんだろう。
バイクを止めるところが微妙か。砂利の駐車場なんだよな、あそこ。あとは千葉方面の海も100キロぐらいかな。千葉はあんまり行ったことないんですけど、道はどんな感じなんだろう。山道？なんか関東ばっかりの話になっちゃって申し訳ないんですけども、視聴者さんのおすすめがあったらぜひ教えてもらえたら嬉しいです。この世のミステリー、ヒグサトリー。この動画が出るのが8月の中旬ぐらいになると思うんですけども、前々回ぐらいの回かな、お話しさせてもらったんですが、夏は私毎年子供ミュージカルのプロデューサーをしておりまして、今年で3年目なんですけれども、熊の学校音楽劇ジャッキーと不思議なオルゴールという子供がメインのミュージカルのプロデューサーをしております。視聴者さんの中でもね、熊の学校興味ある方、そしてお子さんお孫さんがいらっしゃるライダーさん、視聴者さんいらっしゃいましたら、ぜひ夏休みの思い出にいかがでしょうか。今年は8月24、25日の2日間で4公演、予定しておりまして、場所が東京都中野区にあります中野ゼロショーホールで、行います。ミュージカル見たことないよとか、うちの子まだちっちゃいからとか、いう方も、全然おむつついてるお子さんから来ていただいて全然大丈夫です。そして大人も見て楽しいミュージカルとなっておりますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。私は、出演しませんが、劇中歌 CD には星の妖精のベール、そして鳥のエールとして参加しています。星の妖精と鳥になりきって歌っているレオルメリアを見てみたい方、聞いてみたい方は iTunes、Spotify、各音楽配信サイトから配信されてますので、ぜひ聴いてみてください。そして、通常のレオルメリアの活動としましては、9月までライブがないんですけれども、9月の16日に、女の子だけで組んでるガールズバンド、東京オイシスターズというバンドが定期的にあるんですが、次回は9月16日、東京は高田馬場音楽室 DX にて、次回ライブありますので、こちらは X とか Instagram の方で情報更新していきますので、そちらのフォローの方もよろしくお願いします。それでは本日はこの辺で、この動画が良かったねと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。この世